痩せにくい原因は姿勢、体幹、呼吸、この3つなんです。これが日常的に足りない人が痩せにくいんです。今回立って一緒に足をひねるだけ。日常的に運動が足りない人はコメント欄を使って毎日経過を記録して行っていきましょう。足を大きく開きます。足を斜めに上げながら体はひねりましょう。だんだんレベルが上がっていきます。スタート。動きはゆっくりでいいです。同じ心拍数が保つように、息があまり上がらないようにマイペースでやってください。腰よりも高く膝を上げることで胴体部分の姿勢が整います。足を斜め上に上げることでお尻もも裏のストレッチができます。脂肪を燃やしながらストレッチができます。次は体をひねった後に足を斜めに上げます。スタート。ちょっとバランスが難しくなってやり方が難しくなります。回したら斜め上、野球のボールを投げるようなイメージ、バットで振るようなイメージをするとちょっとひねり具合が分かりやすくなるかなと。こういうイメージ。振るイメージないとなんか分かんなくなりますよね。俺ねみたいな。じゃあ次は反対にひねったままで足を上げていきます。あと反対にひねったら足を上げる。運動が習慣になりやすい、なりにくいっていう人の違いは頭を使っているかどうかです。わからなさい。頭を使った方が初級者向けは体がしんどいっていう意識がなくなってくるんで、頭を使いながら体を動かすっていうのが初めはおすすめです。慣れてくるともちろんね、何も考えずにするときつい、疲れた、めんどくさいっていうことを考えなくてね、運動ができるからいいんですが、初めのうちはねしんどいことを忘れて頭使った方がいいです。 OK。今度は足を縦にしましょう。船を漕ぐようなイメージで体を動かします。あと体を反らしながら肘を引く。後ろの足はねあんまり曲げない方がいいです。軽く足首ストレッチかける感じで。簡単でもね、全身の運動になってますから、有酸素運動にはもうもってこいです。ただ歩くよりはね、もう断然効果ありますから、歩くよりも下半身が鍛えられて、ストレッチもできて、腕振るだけよりもしっかりね体を動かせれてるんで。反対足も一緒です。いきましょう。これを毎日行うことで体の脂肪が燃えて姿勢が良くなって
お腹がへこんで体のラインが良くなりますんで、しっかり上体を反らしてね、肘を引いてください。寝たままのメニューとか腹筋やスクワット、そういったエクササイズをしてもね、痩せにくい、体型変わらないよっていう人は、まずこういう基礎作りがねできてない場合が多いんで、まずは全身運動をしてね、全身の脂肪が燃える体を作って、体のラインを整えてから筋トレメニューに入るのもおすすめです。 OK、 足肩幅のままで手を伸ばしたまま体を振りましょう。はじめは腰から大きく回しましょう。膝がちょっと内側向いてもいいです。徐々に体の動きを小さくしていきます。あまり猫背にならないようにね、体まっすぐにして、頭からまっすぐの芯がねあると思ってイメージして、それを軸に体を回していきましょう。汗が出ますね。腰から上はあまり動かさないようにして、手だけ振りましょう。あと手だけ振ると体幹が安定した感じ分かりますよね。この体幹の安定した感じはね、立っている時も寝ている時も作れないといけません。これはね、手だけ振ると骨盤が前に行ってる時とか、お尻が引けて反り腰の時、感覚が分かりやすいですよね。ちゃんとお腹を引っ込めて手だけ慎重に振ると、胴体が安定してね、体幹を使う意識ができてきますんで、今の手だけ振る感じに合わせて足を斜めに上げていきます。ちょっと難しくなります。いきましょう。こういうイメージ、上半身は今と一緒、手だけを振る、足は斜め上に上げる。今体幹が安定してるんで、初めにやった時よりも足が上げにくいですよね。ただ足上げるっていうのは簡単ですが、体幹を使って足を上げるっていうのは腹筋使ってる感じしますよね。こういう体幹を固める感覚を身につけていくことで、どの筋トレメニューしてもね、上手にできてきますんで、マインペースでいいですからね。 OK、 はい、腕は楽にした状態で体重を右左に移しましょう。あと今からはね、少しクールダウンの有酸素運動です。ちょっと楽になっていきます。できれば少し膝を曲げてね、体重を片っぽに移してください。これでももお尻、もも裏よく鍛えられます。1時間歩いてもね、ただだらだら歩いても何の役にも立ちませんが、これはね、使われない筋肉使えてストレッチできてめちゃくちゃおすすめです。毎日1回、筋トレメニューと別でね、有酸素運動として行うと
実に痩せます。このまま腰を2回回したら反対に変えます。よいしょ。この腰を回す動きっていうのは腰回り、股関節周りの筋肉をストレッチしながら動かしてるんで、動かしにくい人とかね、あまり動かさない人はやはり体に歪みが出てしまって、日常的にねやっぱちょっと肩が下がってたり肘が下がっちゃうとか、ああいう偏りができてきますので、こういう腰を回すこともすごい大事です。片っぽだけね腰触るときに硬いよっていう人はね、ちょっと腰痛予備軍があるんで、できるだけね回してください。うつ伏せです。うつ伏せになったら腰を振って体のリセットです。できればね手もこういう感じでブラブラブラーっと全身の力をね抜きましょう。